耳趣味レッスン TV オンラインご質問をいただきました。20個目となっています。耳趣味レッスン TV オンラインはこちらの YouTube チャンネルでオートディスク座製品のオートキャドとレビットを中心に便利な使い方、パソコンのトラブルの解決方法などを動画でお伝えしています。テンプレートの続きになってますが、木造のテンプレートってあるんですかとあります。木造のテンプレートはですね、ずいぶん前に出ています。でバージョン古くても使えるので調べていただきたいんですが、4号建築物の建築の確認申請テンプレートというのが出ています。そちらのテンプレートにはですね、木造なので大壁新壁あと筋交いがありますよね。ああいうものがもうすでに構造の中に入っているテンプレートがございます。でそちらのテンプレートで練習していただくというのもいいかと思います。これもまた追ってですね、こういうふうに書いてみたらどうですかっていうのをちょっとご希望があればこちらのチャンネルでもやっていきたいかなと思っています。こんな感じですね、作れます。でこれって確認申請テンプレートって呼ばれているものなので、何が違うのかっていうと、このプロジェクトブラウザーの下の方に行きますと、ビューがもう確認申請の順番になってるんですね。あ、絵があるわけではないので、絵を作っていくというふうに並べてくださいっていうふうになっているというところになっています。今年の8月より20年を超え、リムシムを使いこなすことに的を絞ると称しましてお話をさせていただいています。在宅応援キャンペーンは11月の22日、23日、48時間限定で行っています。あなたのビムシムのお悩みをお聞かせください。お問い合わせフォームからお問い合わせいただいた方に限っていますので、あの秘密のズームと秘密の LINE ですかね、あの限定で走行だけで秘密にさせていただいていて、了解を得た方だけ今のようにそのご質問いただきましたあのところでするかもしれませんが、あなたのデータを出すわけではありません。ご安心ください。無料のオープンチャット、ビムシムをみんなで学ぼう実践しようを作りました。よろしければご参加いただければ嬉しいです。いかがでしたでしょうか。本日のビムシムレッスン TV オンラインはここまでとなります。また次回ですね、お会いできますことを楽しみにしております。スノーオータムでした。